座り続ける気がして一方的に会った時はテレビの向こうにいたんです。で、実際に会った時は、目の前でサイゼリアでワインを飲んでいた。こんな時からもう6年が経ちました。いや本当にあの大尊敬してて、すいませんね、見えなくて私は本当に電車の時はあの兄様が見えてるから安心できるんですけど、後ろにいるってこうどうしようっていう、見えないし、なんか後ろかけてすいませんこんな感じで、あの最後まで今日はね、当たらないもんで、お正月中心のイベントということで、あのドラムの後ろで歌わせられるのかなと思って覚悟してきたんだけど改めまして、仙台樹脂木です。なんで僕がここにいるのかわかりません。どうでしょう、久しぶりのプラスティックトゥリーの楽曲は。あまり久しぶりという気がしませんね。鶴の一声ならね、鷹の一声ね。本当にもうその7年経ってるんですけど、なんかあんまり感じないんだよね。あの2ヶ月前くらいかなみたいな、最後のライブが。やっぱりいい仲間に囲まれて、何よりも、音楽をねすごく好きな、仙台のみんなにすごく愛されてるんだなと思って本当にホッとしてますよ。ありがとうみんな。
ありがとうみんな。せっかくだからもうこれ最後になりますから、なんかおしゃべりどうですか。あの物販金金金金ですよ。できないことすらできると、やれないことすらやれると、 TSV やった大正大隆史最高。